波多江さん、還暦おめでとうございます。ありがとうございます。とうとう60歳になっちゃいました。はい、はい、まあね、短いようで長いようで、もう60にもなったんかなって、まあ、自分でもあんまり信じられんぐらいの感じですけど、はいはい、まあ、これからも体が動く限り一生懸命釣りを頑張りたいと思います。はい、はい、波多江さーん、もうヨゲさん還暦おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、なに、すごい、なに、新製品のファイヤーブラッド、おお、バッカンとライブエールです。かっちょいい。釣り神様メンバープラス、はい、古川圭一郎先生からの還暦祝いです。おい、ぜひまだまだトーナメント生活頑張っていただかないといけないので、はい、はい、これでありがとうございます。波多江さんおめでとうございます。いありがとうございます。皆さん、古川先生もありがとうございます大和マンなのにこれでまたグレもぜひ、そうですね、日本一を、はい、まあ、セミファイナルが来週あるんで、はい、まあ、一生懸命頑張って、全国大会に行ってグレチヌ制覇を果たしたいと思います。期待してます。ありがとうございます。波多江さん、10月21日が誕生日ですので、はい、はい、ぜひ送りたい方はこちらに、はい、お祝い品お待ちしております。浩平くんがファイアブラッドグレーなんか買うって言ったといいんすか。え、聞いてないよそんなん。じゃあおじゃあカズキと一緒にあの半々で買ってください。浩平くん、カズキ待ってるね。待ってます。波多江さん、これからも頑張ってください。頑張ってください。また今度は宴があります。飲みましょう。はい、ひやもっちゃんはそれメインだろ。メインです。ではまたね。釣り亀様は釣り具の高価買取販売を行っております。ぜひご相談ください。よろしくお願いします。波多江さん、おはようございます。おはようございます。今日は久しぶりになんか後ろが見慣れた光景のところにやってまいりました。名村造船所って書いてますということは福島、福島、秀吉丸さん、秀吉丸さんですね。はい、ちょっと原価継ぎですかね。原価継ぎ、そうね。ちょっとまだ早いですか、ね、まだ早いね、はい、まあでもそろそろね、船ばっかりしよったけん。もう1ヶ月切りましたから、波多江さん。はい、うん。もうこれからちょっと血のモードに入りますよ。ですね。はい、ようやく、まあ、大きな台風来るみたいですけど。そうね。秋が近づいてくるかなと。そうね。台風が通り過ぎたら少しは、水温もね、かき混ぜられて下がって、まあ、あの秋磯が。秋の海が。近づいてくるかなっていう感じですね。ね、はい、でもね、今年は夏チヌは結構どこもよう釣れとるみたいやもんね。はい、さっき船長も言ったけど、はい、めちゃくちゃ釣れよるよって、はい、人が来んだけで、ただ人が来んだけで、さすがに釣り人の方がめげるよねこの暑さはね。そうですよ、今日も一応12時にはもう帰るということで、そう、はい、短時間決定で、はい、まあ頑張りましょう。さあ、はい、今日は、今日はね、マスターチューンの、はい、08か08、お久しぶりな気がしますね。ですね、はい、ちょそろそろスクモ仕様のタックルでね、慣れとこうかなと思って。道糸は、じゃあ道糸はだから今日は175、はい、なるほどなるほど。で浮きは、はい、ファビュラス、カットベファビュラス、カットベファビュラス00、はい、なるほど。これで
まあ、ちょっと棚がどんな感じかわからない椅子に今日は初めて上がってるんで、はい、まあ、ゆっくりとりあえず上から攻めていってみようかなっていう。そうですね、はい、貸し切りだったんで、なんか船長がもうここは間違いないっていうことだったんで、ね、めちゃくちゃ釣れるよ釣り人がおらんだけでって足場が悪いよとだけ言われました、はい、確かに悪いそうですね、潮が大きかったら多分上がれんね。あ、そうですね、うん、満潮やったら多分もう潮が大きい時は使ってしまいそうな感じですね、はい、はい、頑張っていきたいと思います。きっと釣れると思います、はい、じゃあ今日は安定のコーヒーカップっていう感じで。コーヒーカップいきますかアイスコーヒー、はい、アイスコーヒーとデザートもスイーツですね、はい、じゃあ今日は1匹何匹ですかね。どうする、ここ福島なので2匹の長数にする。そうですね、2匹長数にしましょうか、はい、はい、じゃあそういうことで、うん、それと畑井さん、前回ですね、はいはい、畑井さんちょっと所用でお越しいただけなかったんですけども、ファビュラスカップみんなで開催してきまして、1位は和樹と浩平ペアということでしたので、はい、あ、ペアになるわけ、はい、ペア戦で一応やってたので火曜日に有給取って、うん、畑井さんに戦いを挑みに来るということですので。わかりましたまたよろしくお願いします、はい、じゃあ若手2人をですね、はい、頑張ってやっつけたいと思いますよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ畑井先生もう来ましたよ。芝が悪い。あ、本命でしょうか。あら、かわいい本命ですか。本命です。本命ですけどめっちゃかわいいです。あ、福島サイズいや、早い。3頭目3頭目1頭目がサバゴで、サバ2頭、オキアミでサバで、2頭目に団子つけて、なるほど、何も当たりがなくて3頭目にもう一回団子つけてバチンっていったこらこれいっちゃい、これはちょっと逃がしますでも釣れますよ早い早いな、やっぱり福島もうそこまで行ってすぐって感じです。いや、ちょっと待っとって、はい、で少しこう誘って、うん、したらもぞもぞっときてピュッて、はいはい、さあサイズをサイズアップ。2匹ですね。2匹でっかいな。やっぱ40センチ以上にしてないからね。そうですね、うん、40センチ以上の2匹調整ね。それ以下は向こう。はい、さあ畑井さん早速2匹目をかけております。早すぎる。これはさっきよりもちょっとサイズが上がってそうです。マスター中の08が上がっております。そげんないですか。40ありますか。ないな、ない元気な子でした。お、ないですか。残念いっちゃう畑さん本命はい、超ちっちゃいです。ちっちゃい。
まあまああれかな。お、まあまあありそう。これでかいな、40あるな。あ、微妙かな、あるかな、あるかな、ないかな。あ、ギリ40ありそう。よし、おお、43、45はないかな。ダーさんやりました。40あります。どうぞ。2時間半ほど経過しました。はい、どうですか。よし、2連発良かったっちゃけどな、はい、その後沈黙。それも40センチないし、当たりもないですか。ないね。ネサトリはいますか。フグ、もう、もう針が何本取られたかな。多分 7,8 本取られないやないか。あ、ね、このフグがね、おらんくなったらチェヌが寄ってくる。そうです ね、 ね、合図かもしれんけど。40あったと、さっきの。ありました。ああ、はい、じゃあ後で尻尾切っとくね。釣れそうっちゃけどね。はい、今何時。8時半ぐらいです。いや、満潮9時。はい、あ、干潮9時。干潮9時半ぐらいですね。9時半ぐらい。はい、農館12時。はい、ちょっとチャンス、揚げ潮のチャンスタイムがどうかやね。はい、なんとか肩がいいの2枚ぐらい。そうですね。結構でも福島ってバタバタって釣れますよね、釣れるとき。あ、そうな。はい、で、沈黙は沈黙。沈黙、こんな感じですね。沈黙からいきなり来たりするんで。そうですか。今日はね、多分この一帯は俺らしか釣り人おらん。はい。だけどもう、俺の巻きにたくさんこの福島中のチヌを集めるしかないよ。そうですね。今日6時間ぐらいですけど、渡さん、巻き絵ってどのぐらいですか。今日はね、はい、オキアミが1つ2択ね、はい、に、麦スペシャル、はい、白チヌ、白チヌ、はい、チヌパワー、チヌパワーの、あの特有じゃない方、普通のレギュラーサイズ、はい、それに、チヌの道、チヌの道、うん、はい、それを混ぜた。なるほど。多分この量からいって12時やったらちょうどいいぐらいやないかな、うん。コツンともこんのよね。なんかドキってこう、今日はもう2桁硬いなと思ったよね。そうですね、朝のあのバタバタってきた。あ、小さいのばっかり釣れるんかなとか思いながら。小さいですね。小さいのも釣れんくなった。流れは今 どうですか。いや、もう流れはあんまり流れてない。そこはね、なるほど。上潮は左に釣れるよけど、下の方は地は少し左に行きようような感じ。00の浮きにはバランサーは今日は張ってない。ガンダマは打ってやる。ガンダマは、G3 と G6。最初 G… まあまあしっかり入る。うん、結構入る。G5 2つでしよったんやけど、うん、上潮が結構ほら風と上潮で、はい、あるかなと思って、G3 にちょっと重くしたと、あのストッパーの下を。団子でも極みでも関係なくフグは食ってきますか。食ってきますね。目立つ色をつけたらダメですね。ほら、またない。あ、今度あった。禁句もせんもんね。本当今日全然禁句しないです。あっちはたまにフグに針つかまれるかなぐらいですね。はい、そんなに針がなくなることはないです。裏です。裏。
ホワイト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 をコーティングして、ホワイトコーティング、ホワイトコーティング、あんまり使わないローテーションでフグをかわしてる。なるほど。フグをかわしてもチムが加えたらいっちゃう。こう岩潮が滑りようときで結構先こう道飛ばし下の方に突っ込んでからさ、はい、このたるみで当たり取るっていうのが、うん、お先突っ込んだまんま、はい、これがギュッてなったら当たり、いい潮になるのを期待しましょう。期待したいと思います。10時半からそうですね、1時間半頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日も釣れるけね。ヒット、ちっちゃい。取り上げサイズです。あ、いや、卵出てきた。お、発声が上がるといいですが、残り2時間ですね。釣りができるのはあと1時間半ぐらいです。さあ良くなってくるでしょうか。ベタナギ熱い。さあ、あたやさん連発モード入ったようです。上げの潮が少し入ってきたのか、右に動き出すようになったら活性が上がってきたようです。サイズはあんまり変わらないか。ない。長さがな、こういうと。残念。さあ、肌さんヒット。これもサイズはあんまり変わらないか。かわいいサイズでした。釣れました。なんと、はい、マイクロサイズ、ちっちゃい、小さな小さなおちぬくん。メイタちゃん、
これはメイタちゃんです。残念ながら今日は40センチ以上なのでこの子は対象外です。あ、チュネだ。メイタちっちゃいです。40全然ないです。あるかな。いや、ないよな。さっきのグレよりちょっと大きいぐらい。あ、でもこれめっちゃ綺麗。俳優の個体かな。めっちゃ生えてる。団子か。うん、これも残念ながら40センチはないなぁ。あるかなぁ、ないかなぁ、ないなぁ。45センチは超えてました。46あるなしぐらいですね。45は超えてますね。全然15ちょい。ちょうどぐらい。40ないもん。ほら40ないですか。ナイス。あ、お疲れ様でした。今日は何しに来たんでしょうか。今日は竿を振る練習。今日はあの小さい魚を釣る練習に来たんです。はい。ということで、はい、まあまあ数は釣れたんですけど。そうですね。はい。ね、まあちょっと大きいのが厳しかったですね。そうですね。はい、あ、こんだけ暑い日が続いて。水温がもうめちゃくちゃ上がってるんで、うん、魚もやっぱちょっと元気がないっすね、うん、ね、引きも弱いし、はい、ね、当たりも小さいし、はい、ダーンっていくような感じじゃなかった。そうですね、朝の2匹だけやったね。ダーンって行ったあの時はもう今日どうなるかと思ったんですけど、ね、そうそう、もう今日2桁は行くねもうなんかそんな気分が。その後沈黙やしでも食う時はやっぱ潮が変わるタイミングかなんか知らんけど、はい、バタバタってやっぱ集中して来たもん ね、はい、で魚が結構おるよね、やっぱね、うん、まあ、今日は日記長寸のコーヒーカップ、はい、1匹ずつしか釣れなかったんで取ろうということ。山源さんが45センチ、はい、僕にとは40センチなかったわけん、はい、負けでということでお、はい、ありがとうございます、はい、もう負けといてあげます。ごちになります、はい、まあ、また、はい、夏チルもね、結構いろんなところで、まあ、人間の暑さが我慢できれば、まあ、あの釣れるんですけど、はい、何分この暑さがね、うん、やっぱりなかなかやばいんで、はい、はい、まあ、皆さん釣り行かれるときは水分補給と暑さ対策、はい、しっかりしていってください。もう少し残暑厳しいと思いますんで。そうですね、でもまあこれが流れる頃はもう涼しくなっとうかもしれないですね。そうですね、はいはい、ちょうどいい気候になってるかもしれないです。ちょうど秋、またいろんな魚が釣れ出しますんで、はいはい、皆さん好きな釣りを存分に楽しんで、はい、磯に駆け巡ってくださいということで、どうもありがとうございました。はいはい、お疲れ様でした。さよなら。よし、マルさん。ほら、
今日のご褒美ですね。めっちゃうまそうな、うん、何ですかね、ホイップどら焼きですかね。ドラ渡辺さんにごちになります。やっほー。